アドルフ2シュバルツェンベルクは、オーストリア・ハンガリー帝国及び、チェコスロバキアの貴族、地主。ニーケー・シュバルツェンベルク公爵家の、第10代当主。全名は、アドルフ・ヨハン・マリア・フランツ・ヨーゼフ・フーベルトゥス・アガピト。ニーケー・シュバルツェンベルク公・ヨハン・ネポムク2世とその妻の、トラウトマンス・スドルフ・バインスベルク伯爵夫人テレーゼの、間の第一子、長男として生まれた。 フェルトキルヒの中東教育学校で学んだ後、プラハ大学で国際貿易学と法学を専攻、1914年に法学博士号を取得した。第一次世界大戦では二重帝国軍の士官として従軍し、イタリアや中近東に派遣された。二重帝国崩壊後、家族と共に新しく成立したチェコスロバキアの市民となり、同国軍の予備役士官となった。 1921年より、公爵家の所領の経営に、1000年、1923年には、土地改革と大所領の解体を推進する、チェコスロバキア政府と折衝を行い、同国内にある一族の所領の3分の1以上を、公爵家に確保した。1930年10月29日に、ベルク城において、ルクセンブルク女大公、シャルロットの妹イルダと結婚した。 1933年よりアフリカのケニアで農場を経営していたが、1938年に父が死ぬと家督を継いで帰国した。アドルフとその家族は他のドイツ系住民と違って、ドイツの国家社会主義ドイツ労働者党政府の野心を嫌っており、1939年にドイツがチェコスロバキア併合を強行すると妻と共に国外に脱出した。 夫妻はまずイタリアに避難し、1941年にアメリカ合衆国に亡命した。合衆国では歴史研究を行い、同族のオーストリア最小の伝記を執筆。この業績によってコロンビア大学から人文学博士号を授与された。第二次世界大戦が終わると1946年にオーストリアに移り、共産党政権に対して、 ナチ党に没収されていた所領の返還を求めたが、実現しなかった。翌1947年、共産党政権は、議会で、シュバルツェンベルク法を成立させ、ベネシュフ国では正当化できない、シュバルツェンベルク家領の不法な横領を無理やり、合法化した。また、同時期、バイエルン州に有していた所領も、 農地改革により没収された。妻イルダとの間に子供がなく、二人の重帝ヨーゼフとハインリヒにも男子がなかったため、1979年にニーケ系シュバルツェンベルク家は断絶した。弟系シュバルツェンベルク家の課長カールがニーケ系の家督を継ぎ、同家は一本化された。ウィキメディア・コモンズにはアドルフツー・シュバルツェンベルクに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。